張本が動く。ブラッドリー、あーいいですね、攻めますね。そうですね、おーいいですね、ブロック、これはファウルはありません。素晴らしいミスマッチなんですけど、これ繋がってないですよね、出せてない、これが通る。こうなれば、はい、渋谷のペース、同点に追いつきました。ダビアが大きくかけました。クレモンズ、ホーキンソンが走ります。ホーキンソン、ブースターディフェンスは効いています。サンロッカーズ渋谷、おーこのコミンコーナー囲みに行きました。ホーキンソン真ん中割っていってダンク。クレモンズの前には中山、いいスリップで逆サイド、ちょっと相手スリーポイント、いやー決まった。これは OK、 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 ちょっと落ち込ないですね、ベンザラメ。そうですね、なかなかまだ知り合いが1本のみ。ここはブロックショット、ジョシュ・ホーキンソン、さあ早い展開だ。田中大輝からそのホーキンソンはスリーもあると、決まった。対してすごくあのいいオフェンスができてますよね。そうですね、さあここがかなりのミスマッチだ。ホーキンソン対山崎、寄っていく、自ら打つ、決まりました。シュートを切る。さあそしてクレモンズが速いボールプッシュ、ホーキンソンに渡してファールをもらって、いいところのパスになったんですよね、中途半端で、はい、ただよく入れましたよね。ホーキンソン、スピードの差があるが、中に入っていって、中村にはホーキンソンのブロック。そして今日もいわゆるスピードのミスマッチがあった中、このプレーいかがでしたか。いや、ナイスブロックですよね、はい、まず抜かれてはいましたもんね、はい、中村もバックシュートまで粘り強く。岡田に対したベンダラメ、ディフェンスがすごいな、激しいディフェンス、前田が赤おっと、ここはスティール。いやちょっとクレモンズびっくりしましたね、クレモンズ触りました、アグレッシブな感じだよね、はい、あのいい形だったと思いますよ。さあ今日の試合最初のポゼッションになります、京都ですが、ここでボールを奪い返しました。渋谷、ケビン・ジョーンズダンク、リバウンド、トイ・マーフィー、一つケビン・ジョーンズ、カッティング、ホーキンソン、エンドワンだ。そして決まってエンドワン、一つ魅力のチームなんですけど、今日のゲームでは初めてぐらいのこのホーキンソンのカッティング、中はミスマッチだ、ミスマッチを使うか、そこを使った、そしてカッティングだ、おー、いやー、いい振りのディフェンスだ。そしてホーキンソン、ポーサンド、オフィシャルタイムアウトです。ものすごいベースラインからのダンク、これが一つ目ですね。トラビス、またコースティング、外で動かす、フリュー、コーナー空いている、ベン、フル、ホーキンソン、ライトハンドスナブ、ベースラインドライブ、叩き込んだ、フリューのディフェンスからです。タカちゃん、ダンクミックスですね、すごい、ベースライン広げました。うわー、あとターンオーバー、ファールできない渋谷、中読んで、アリウープだ、エンドワン、エンドワン、今日要求していたのでロブパスなんでしょうが、一旦本来ですと着地をしてシュートにかなというところをそのまんま、うん、橋本リオマです、このシーンのキャプテン。さあドライブでクレモンズ、スクープショット、ホーキンソン、セカンドチャンス、エンドワン、コンビのタイミングバッチリでした。この後あわよくばフットバックいけそうでしたね、今。そうですね、あミッドレーン早い、クレモンズ、前には井上というスピードのミスマッチがある、中入った、叩き込んだ、ホーキンソン、さあ今のシーン走ってクレモンズ、そしてホーキンソンが目の前、ビッグマン同士うまくカッティングしからのライトハンドスナブでした。ここはシンプルなギブアンドゴーですね、ヘルプポジションにもいなかった、誰も腰がディエンダー、中でホーキンソン、セントのワンワンはくるっと回ってエンドワン。なかなか、ね、得点がこう決まらずに、少しあの FE 名古屋に流れが来てるかなというところでですね、ホーキンソン選手、さあ渋谷もしっかりとパスが回って、ミスマッチ、ホーキンソン対佐渡原、さあ、あと、エンドワンだ、強引に打っていってバスケットカウント。はい、佐渡原が目の前でしたが、ボールと人が動くオフェンス、ホーキンソンのスリー、ここ
ですね。ピック&ポップ。もうこれは代表でもよく見られる。開きましたね。はい。ああ、決めた。クレモンズ。ここもスリーだ。ベンドラム。クレモンズ。打てない。ホーキンソンがキャッチアンドシュート決めた、ましたね、決めました。これで5本ぐらい連続したね。ベンサイン出たいとかシェーバータイムアウトで前から始めたいぐらいですよね、はい、これよく決めましたね。ミスマッチをよく見てますね今ね。ホーキンソンからスキッパスでベンドラメキャッチアンドシュート決めた。やっと来ましたね、チームとしてね。そうですね、強化しました。ホーキンソンへクレモンズ、クレモンズが、そしてホーキンソンへ、素晴らしいパスでした、もう一度ベンドラメ、お願いします。クレモンズ、おーっと、ホーキンソン、はい、シュートまで行って、ここでいいパスだったんですよ、ね、はい、パンフェア引っかかったので、これファールかなと思ったんですけどね、はい、ただよくボードの後ろから打ちましたね、そしてリングに当てました。クレモンズ、ホーキンソンへ、飛び込んできた。クレモンズいい合わせですね、クレモンズノールックでマーフィー飛び込んでくるが、フカウト、ホーキンソン、あよくですね、そうですよね、はい、マーフィーからのドライブでキック、キックから田中からエキストラですね、そうですね、まあ、完全に最後接触してるんでね、うん、フロイドがね。